あんたら何ちょっと、アラペゴが水入れ忘れとると思って怒っとんじゃないやろね。皆さん、どうもこんばんは、アラペゴです。11月14日、夜10時。今日もね、掃除をして、今日はね、丸ごと全部洗う日なのでね、家具を風呂場で全部ね、ゴシゴシ、洗剤使って洗って、木もね、たわしみたいなブラシでね、ゴシゴシ磨いて。豆太郎、今日からね、後ろのそのバスタブに、わかりますか皆さん、色ちょっとつけてます。あのビタミン剤を入れて黄色く。この上に水あるのよあんたら。水まだかなって顔しとる豆太郎と登坂が、さっきからねずーっとここにおるの気になっとってね、ちょっとカメラ回しました。気づかんのかな。このね、視聴者様からいただいたこのバスタブ、いよいよ本格的に使おうと思います。なぜかと言いますと、今まではね、まあ飾りとしてこれあの綺麗なんでね、汚さずに使いたかったんですけど、冬床敷きヒーターを焚くと、このね地べたにね直置きのこの水皿だとね、朝には蒸発しちゃうんですよ。夜満タンに入れても喉乾いちゃうんですよ、子供たちが。なのでね、これこのバスタブね、地面からちょっと浮いてるんでね、まず蒸発しないし深さもある。あ、豆だろう、ブツ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 横で喋られたもんで鬱陶しいわな。トサカもなんかブツブツ言い出した。あ、皆さん見てください、こっちはね旧式の丸皿があってね、でもなぜ左のガラスの方に皆が集まるかと言いますと、今の時期ね床敷きヒーターで、ね、これ温泉になるんですね、ぬるま湯の。豆太郎が温泉大好きでね、ぬるま湯のな、豆太郎。トサカが本当はガラスのお風呂の方が良かったんだけどな、みたいな顔してる。あっちゃったかいし、みたいな。わかったわかった、ちょっと待ちなさい。ちょっとね、模様替えをいたしますので、皆さん。さて、模様替えを少しだけいたしました。丸いね、あの、鉢。あのお皿ですね。レンガみたいな。植木鉢みたいなお皿。あれをどかして、で、こっちのガラスのね、ぬるま湯温泉になる。こっちはね、やっぱりちょっと稼働させることにしましょう。水すぐ蒸発しちゃうんですけどね、夜にね。まあでも、ここが空になれば、豆太郎。ガラスのお皿が空になったらな、豆太郎の目線からじゃわからんだろうな、これ、皆さん。カエルの目線からだとね、普段水が入ってなかったんでね、まさか水があるとは思ってないんでしょうね。ちょっとね、ここに水があるっていうのを覚えさせます。1、2週間で覚えると思います。さあさあ、この冬はね、子ガエルのこのパンダちゃんぐらい、プクちゃんだ、子ガエルのプクちゃん、そしてまだこっちの水槽には来てませんけどね、体がまだまだちっちゃい子ガエルのパンダちゃんが、このね、かわいいね、このバスタブにこの中に入る姿が見れそうですね。今年年内中ぐらいに見れますね。楽しみですけどね。パンダね、アブラムシをね食べさせて4日5日経ったのかな、したらね、うんちしてました。これはもう食べた証拠ですよね。食べて消化できた証拠。やっぱりね、気温が下がってね、部屋の暖房だけではさすがに寒かったことが、子ガエルにとっては寒かったということで、床敷きヒーターね。おー、トサカやっぱこっちに入りたかったか。でもまだ水冷たいのよ。あ、なんか水冷たそうだなって思っとんだかな、これ。トサカ、ぬるくなる前20分ぐらいかかるでな、待っとって。と言いましてもね、この水は、さっきのあのね、あの、なんか、植木鉢のあのお皿みたいな、あっちに入ってた水入れたんであった。あ、どうした？コツコツやったらな、こっち来た。トサカ、お風呂入っときだんだんあったかなるで。な？だんだんあったかなると思うよ。チャーさんもなんか風呂見とるな。あ、水入ったな、みたいな。早く馴染んでほしいな、この白いね、このお風呂。こっちね、ビタミンのね、あの液体入れるとね、いい色、バスクリーン入れたみたいな色になってね、綺麗ですね、これ。ちなみにこっちのビタミンちょっと入ってるんですよ。どちらにも入れてあります。
向こうの方が濃く見えるな。ちょっとわからないですけど、向こうの方が、おー、お茶無理しちゃあかんよ。そうそう、そっから伝って降りてきにしちゃう、あんた。んな無理したか、あんた。怪我するで。木炭から伝ってパンダのその着物から降りてこなかよ。っていうね。まあまあ、おお、あれ ?10 秒前まで、こんな、おんぶしてましたっけ。あ、じゃあ賢い。そうそうそう。ちゃんとね、階段みたいにさ、伝って降りてこないんだよ、あんた。で、ぴょん、そっからぴょんと飛んでよ、お風呂入れ。ああ、そうか、茶が土坂を見とんのか。なんか、豆太郎とイチャイチャしとるね。ああ、怒っとるわ、ほら、茶が土坂に。あんた私がおるのに何やっとんのつって。茶と土坂はね、ほんとにね、夫婦みたいに仲良しなんですけどね。豆太郎のはなんか体大きいし、ああ、茶が怒っとるな。それはもうね、あんた艶が良くなってきたね。ビタミン与えたからかな。なんか、抗酸化作用ありますもんね、ビタミンってね。ツヤツヤ、この子。この子とメロンがね、メタリック調のね、ツヤになるんです。すごいいいんですよね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわー、しまった、めっちゃズームしてる。トサが振り落とされた、今。撮りたかった。豆太郎落ちるな、頑張れ。おっしゃ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 。豆太郎もね、もうこのね、トサカをね、ポイッとね、どかす技をね、随分とマスターしてきました。メロンとかはね、一撃でね、トサカ吹っ飛ばしますからね、背中乗ろうとしたら。さあ、話それましたが、このメタリック調の。豆太郎みたいな、こういう白に近い色だと、光沢まではいかないですね、やっぱり。トサカも豆太郎嫌がっとるでね。あんたちょっと茶さんのとこ行きなさい。茶さん怒っとったよ。なあ、豆太郎。豆太郎、風呂入りに行き。ずっと待っとったよ、あんた。風呂入り？豆ちゃん。お、そうそう、風呂入りだもん。あんた待っとったよ、ずっと。どうして動き出した？腹ペコが喋り出した。お、ちょっと待って。ほら、霧吹きかけたらもうピッカピカになった、これ。何を食っとんの、この子。この子も同じ餌食っとんだけどな。コオロギでこんなツヤ出るの？腹ペコが熱かたとったら、プフがなんか、うるさいな、寝とったのに、つって、竹のとこで寝とったのによ、つって、プフごめんな。戻ってきて。もう喋るのやめるわ。ごめん、プグちゃん。またやっとるわ、茶の前で。なんかリラックスしてますよね。ほわーんとした表。さあ、プグちゃんも戻ってきてくれたところで、ちょっと一旦撮影終わりましょうか。ピカピカのトサカじゃない。ピカピカの空豆。名前めっちゃ間違える、今日。やっぱ夜のね、この10時、11時はもうね、頭が回ってません。最近ね、5時とか6時に起きるんですよ。寝るのが早くて、起きるのも早い、最近。9月上旬から体調が上がってきましてね、睡眠こそ眠りめちゃくちゃ浅くて、夜に3度か4度目が覚めるんですよ。寝つきも悪いんですけど、日中のね、だるさと眠気がね、減ってね、日中はすごい頭の回転がね、いいです。年内は今のペース。ブログ、動画。で、ちょっとしたね、まあお金を稼いで。なんとかやろうと思います。というね、個人的なトークもたまには挟みつつ。では、この辺りで終わります。皆さんでは、ご視聴ありがとうございました。